ようやくなんか夏らしい夏というか、もう蒸しますね。そうですね、はい、ちょっともう寝づらいというか、ね、苦しい夜が、ね、続くようになりましたけれども ね、 ね、うん、そうですね。金井さんは最近なんかこのお休みの期間中何か。僕はこのお休みの期間ですね、ちょっと自分でアイスを作ってるんですけど、ついにその自分の自作アイスを販売しました。ありがとうございます。食べに行きたい、はい、もうアイス屋さんです、僕は、はい。内藤さんどうですか。私はですね、ラグビーのトップリーグの試合を見に行ってきました。おー、いいですね。すごい間近で迫力がありました。はい、ね、ワールドカップまであと55日ですからね、そちらも楽しみにしたいですね、はい。さあ、そして今日も後半に素敵なプレゼントのお知らせがあります。ぜひ最後までご覧ください。最初のコーナーは金井君。はい、皆さん、ここでですね、短縮ダイヤルというのをご存知かどうかちょっと聞いてみたいんですけど、はい、はい、あのシャープで始まる4桁の番号ですよね。あ、そうなんですよ、うん、はい、実はね、このシャープ7119を一度利用させていただきました。あ、そうなんですか。本当に安心しました。そうなんです、うん、短縮ダイヤルを改めてご紹介しますと、短縮ダイヤルとは本来の電話番号より短い番号にダイヤルするだけで電話をかけることができる機能のことです、うん、なので本来の番号もまたはと併記されてますよね。なるほどね、うん、そうだね、確かに、うん、でもこうどういう時にかけたらいいのかっていうのがちょっとまだ分からなくて心配なところがあるんですけど、ね、そうですよね、はい、まあ、そんな心配を解消するために、僕が受話器の向こう側を今回大調査してきました。今回はですね、埼玉県虐待通報ダイヤルシャープ7171、救急電話相談シャープ7119についてご紹介します。どうぞ。7月は虐待ゼロ推進月間ということで、まずは埼玉県虐待通報ダイヤルシャープ7171の取材に伺いました。早速なんですけども、虐待通報ダイヤルシャープ7171とはどのようなものでしょう。はい、児童、高齢者、障害者の虐待に関する通報や相談などに対し24時間365日受付対応するワンストップ窓口です。相談員がお話を伺い、はい、児童相談所などの適切な機関へおつなぎします。もちろん通報者や通報内容に関する秘密は守られます。県内の虐待件数は増加傾向にあります。このような中、虐待はいかなる理由であっても禁止されるものであるという認識を県民全体で共有していただくため、平成29年7月埼玉県虐待禁止条例が制定されました。虐待の通報や相談を行いやすい環境の整備として、平成30年10月1日にワンストップ窓口である埼玉県虐待通報ダイヤルシャープ7171を開設しました。ここで虐待について説明します。虐待には暴力を振るう身体的虐待、子どもへの性的行為やわいせつ映像を見せるなどの性的虐待、食事を与えないなどのネグレクト、侮辱したり無視するなどの心理的虐待、年金や財産などを勝手に使ったり処分してしまう経済的虐待があります。普段はこのどのような相談がこうかかってきますか。はい、夜お母さんが幼い子供を激しく叱って子供の泣き声が続いているといった近隣の方からの通報や、うん、高齢者の、施設の職員から、入所している高齢者に同僚の職員が暴言を吐いている、これは虐待ではないかといった通報などがあります。それでは実際に埼玉県虐待通報ダイヤルシャープ7171をかけるとどのように対応してくれるのかを特別に体験させてもらいました。あ、もしもし。近所から子どもの泣く声が聞こえるので気になって連絡してみましたという設定で電話しています。はい、埼玉県虐待通報ダイヤルです。泣いている方のお名前、年齢、住所など分かることはございますか。分かる範囲で子どもの詳細を回答します。住所を伝えることで担当する機関につないでくれるそうです。それでは、はい、管轄の児童相談所におつなぎさせていただきますので、その際に通報いただいた方の情報が必要になることがございます。通報者の方のお名前と電話番号を教えていただいてもよろしいでしょうか。名前と電話番号を伝えますが、匿名でもいいそうです。個人情報については外部に漏れる心配はありません。
この後該当機関の方とお話をして対応をお願いすることができました。なるほど。じゃあシャープ7171に電話をかけると関係機関に電話をつないでくれるんですね。そうなんです、うん、虐待といっても高齢者虐待、障害者虐待、児童虐待とございます。また埼玉県中の虐待の通報がこちらに電話がかかってまいりますので、はい、おつなぎする関係機関は300ほどになります。その中から通報者の方が自ら適切な機関を選びお電話いただくのは簡単なことではありません。ですので私どもの役割は通報者の方から事情をお伺いして適切な機関に正確におつなぎすることだと考えております。さあ続いては救急相談シャープ7119を担当している施設にやってきました。はい、じゃあまず、救急電話相談をこう開設した理由についてお聞きしてもよろしいでしょうか。本県の、はい、救急搬送患者さんですね、30万人を超えまして毎年右肩上がりに上がっているという現状です。ただし救急搬送のですね、患者さんのデータを見ますと約半数の方が軽症だということを言われております。そこで、適切なですね、救急搬送を利用するためにですね、看護師による電話相談を行っております。じゃあそのシャープ7119ってこういつ頃から設置されてるんですか。これは平成の29年の10月からです。それまでは小児それから大人のそれぞれの救急電話がありましたけれども、はい、今回シャープ7119に統一いたしました。ちなみにこう相談時間ってこう何時から何時までなんでしょうか。相談時間はですね、はい、24時間365日になっております。いや埼玉県すごい、はいはい、でその119番との使い分けってどういうふうに、突然の病気とかまた怪我などによって119番を利用するかどうか迷った場合にですね、はい、シャープ7119に電話していただければと思っております。なるほど、いろいろ教えていただいてありがとうございました。こちらこそ。どうも。それではシャープ7119でも特別に体験させていただきました。埼玉県救急電話相談です。医療機関の案内は3を押してください。電話相談のうち子どもは1を、大人は2を押してください。今ね、はい、大人の救急電話相談、桜井です。どなたがどうされましたか。まずはじめに自分の住所や年齢を伝えます。いくつか質問していきますのでお答えください。どうされましたか。1、2時間前からお腹が痛いんです。お腹のどのあたりが痛みますか。また痛みはずっと続いていますか。おへその下あたりが痛みますが、まあ、少し落ち着いてます。この他にもいろいろな症状を聞かれ相談に乗ってもらいました。お話をお聞きしましたところ、現在は落ち着かれているようなので様子を見られてもよろしいかと思います。1、2時間ほど様子を見てこの後症状が悪化するようでしたら24時間ご相談を受けていますのでいつでもお電話ください。衣類を緩めて楽な姿勢で安静にしてください。またお腹をさするなどして痛みを和らげるなどしてください。電話だと具体的な話を聞かれたんですけども、こうどのような方が対応してくださってるんですか。はい、救急電話相談の対応している相談員は全員看護師の資格を持っております。症状によっては家庭での対処法なども合わせてお伝えさせていただいております。こう今まで受けた相談ってどういったものがありますか。女性の方で突然胸の痛みがあり不安になり相談に電話が入りました。相談員の方は症状を伺い今のところ緊急性がないことを説明し、衣類を緩めゆっくり呼吸をしましょうというアドバイスをいたしました。後日その方から丁寧な対応で落ち着くことができました。またそういった窓口があると安心できますというお礼の電話をいただきました。埼玉県ではご紹介した救急相談シャープ7119に加え AI 救急相談が今月19日より始まりました。AI 救急相談ではスマートフォンやパソコンからチャット形式で気軽に相談できるようになっています。急な病気や
怪我の際に医療機関に受診すべきか迷われたときは、まず救急電話相談にご相談ください。また AI 相談もありますので、ぜひご利用いただきたいと思います。なるほど。じゃあ僕もこう迷ったときにはこう気軽に、救急電話相談利用したいと思います。うん、なるほど、まあ、どうしようかなとこう悩んだら短縮ダイヤルにかければいいんですね。そうですね、ここで今回取り上げた、ダイヤルについて改めてご紹介をします、埼玉県虐待通報ダイヤルはシャープ7171、埼玉県救急電話相談はシャープ7119です。でこの短縮ダイヤルと110番や119番などあの緊急通報用の電話番号も上手に使い分けたいですね。はい、続いてはウィークリーピックアップです。松井さん。はい、お伝えします。東京2020オリンピックパラリンピックまで1年を切りました。20日と21日の2日間、越谷レイクタウンで埼玉で開催1年前イベントが開かれました。会場では久喜市出身のプロランナー川内優輝選手らのトークショーや車いすバスケやブラインドサッカーなどのパラリンピックで行われる競技の体験コーナーなど楽しい内容が盛りだくさんで、1年後に迫る東京2020オリンピックパラリンピックに向けた機運を盛り上げました。来年見るのが楽しみで楽しみ仕方ないです。聖火ランナーお母さんがなんとか子供さんのために走っていただければいいなと思ってますね。埼玉県では8月31日まで東京2020オリンピックの聖火ランナーを募集中です。ぜひご応募ください。以上ウィークリーピックアップでした。続いては内藤さん。はい、いきなりですが、はい、皆さん、はい、今玉のテーマソングはご存知ですよね。もちろんね、種火の思い通りですよね。その通りです。はい、種火はボーカル担当の上田さんと主に作曲とギターを担当する杉山さんによるフォークデュオです。そんな種火の杉山さんは実は入間市出身なんです。杉山さんは入間市の子どもたちに向けた曲を制作するなど市の魅力発信事業に協力しています。その取り組みについてこの方たちがレポートをしてくれました。ご覧ください。スタジオの皆さん、はじめまして。種火のギター杉山勝彦です。ボーカルの上田隆弘です。今日はこの2人で入間市の魅力をお伝えしたいと思います。種火は路上ライブをしていた上田さんに杉山さんが声をかけたことをきっかけに2013年に結成。その翌年、前身であるうさぎのユニット名でメジャーデビュー。2016年からユニット名を改め、種火として活動を始めました。入間市出身の杉山さんは乃木坂46や家入レオさんに楽曲を提供。2017年に日本レコード大賞作曲賞を受賞しました。実は番組 MC の松井さんが AKB 時代に歌った楽曲も作曲編曲しているんですよ。そうなんです、キスまでカウントダウンっていうタイトルでもとっても、ね、可愛らしい曲なんです。ご縁だね、うん。さらに杉山さんはこれまで活動してきた功績が認められ、地元入間市の元気な入間生き生き功労賞を受賞しています。そんな杉山さんの出身地入間市は人口およそ15万人、狭山茶の生産地として有名です。生産量栽培面積とも埼玉県内で一番を誇ります。またおしゃれな洋館として注目が高まっている旧石川組製紙製洋館、国の登録有形文化財に指定され、数多くのドラマやプロモーションビデオの舞台として使われています。では早速ご本人たちに入間市を案内していただきましょう。まず2人が向かったのは1925年から狭山茶を製造している増田園本店です。こんにちは。こんにちは。あ、どうも。すごいお茶の香りが。いい匂いするね。お店の作りも歴史感じるな。だいたいお茶屋さんって来るとお茶出してくれるんだよ。ただで？そう。うわ、僕地元ですからここ。
もう見てるだけでね、お茶のいい香りがしてきそう。お茶出してもらえると聞いたけど、うん、これさらに羊羹もついてる。だいたいこうついてきて、うん、でしかもこれあのお店によって違うですね。いただきます。いただきます。でお茶ところでさ、俺これ飲んで育ったじゃん、うん、他のところでお茶飲んでも、うん、まあ、これが基準になっちゃってるから、うん、一番やっぱ美味しいんや。美味しい。羊羹お、すごい久しぶりやわ。いただきます。いただきます。うん、普通にうまい。うまい。これうまいよ。これ最高やね、この合わせは。ちょっとおかわりもらっていいですか、これ。狭山茶は狭山火入れを行うことによって独特な香りと味わいを出しています。また増田園の茶摘みは春と秋の2回のみ、有機農法で栽培しています。実はここの2階にこの狭山茶を使ったお料理を出してくれるお店があるんですよ。狭山茶を使った料理？料理。それは行きたいね。増田園本店の2階にあるさくらはフランス料理をベースに狭山茶を使った料理を提供しています。こちらでシェフおすすめのお茶を使った料理とデザートを出していただきました。お待たせいたしました。はい、じゃあ鮭の、お茶漬けのフランス料理スタイルでございます。今からお茶をおかけいたしますね。上に乗っている茶葉が、食べれるお茶茶葉でございまして、周りのソースを食材を崩しながら、味の変化をお楽しみください。いただきます。米とお茶は合うね。お茶漬けみたいな、これ。でもな、サーモン自体に味がすごいしっかりついてますね。そうですね、ハーブでマリネしております。あ、これも食べれるんですか。あ、はい、そちらも食べれます。お茶飲みます。え、どんな味なの。ポテチの食感、食感はパリパリしてる、ね、パリパリしてる。お茶の香りが強いんかな思ったけど、うん、ちょうどいいぐらいに美味しいわ。あげへんけど。お魚料理でございます。ひらすずきのポワレ、ソースウクラードでございます。身がめちゃくちゃ柔らかい。スズキの肉肉しい感じとめちゃくちゃ合ってて美味しい。こちらの塩は何？抹茶とカイエンペッパーになっておりまして、はい、辛味を加えていただくとソースの、味わいが少し変わりますので。全部ミックスして。これワインが飲みたくなりますね。ではデザートは、玄米茶を使ったブランマンジェでございます。めちゃくちゃうまいよこれ。濃厚。濃厚だね。うん、お茶の良さを詰め込んだみたいな。これ本当に美味しいですよ。いや、これは食べたい。ねえ、美味しそう。なんかこの入間市の人たちにお茶が愛されているのってすごく感じられるね。うん、実は種火のお二人、入間市にはほぼ毎月1回ライブのために足を運んでいます。そして入間市出身の杉山さんは現在力を入れていることがあります。それは日本レコード大賞の作曲賞を受賞したということで、それを評価してくださって、それで受賞という流れになったんですけど、地元にずっと根付く歌を作りたいって気持ちはずっと持ち続けてたんですね。いただけるタイミングで市長に直談判したらやらせてもらえるんじゃないかなと思って、すごいそういうワクワクを抱えて賞をいただきました。そして完成した楽曲がこちら、どこから来たのです。そのコアになる市民の皆さんとタッグを組んでいけるかっていう部分が、曲が広まるかどうかの部分だったので、じゃあ入間の今の子どもたちってどんな気持ちでいるんだろうってことを知りたくて、合唱団のコーラスの練習にも参加させてもらって、みんな一人一人から声を聞いていって、でその中からの気持ちと、あと自分自身が持ってる素直な気持ちをうまくこう混ぜて一つの形にしたっていう感じです。どこから来たのを初めて聞いた上田さんは、その歌詞の中でやっぱり茶畑っていうものが出てくるんですけど、僕それまで地元にそんなないから、歌詞の世界観に入りたいから茶畑ってどんなんやろうとか調べたり、実際に見せていただいたりもしたんですけど、すごく今まで意識してなかったものがどんどん飛び込んできて、
入間市の景色が勝手に広がっていきますね。そしてどこから来たののイメージを具現化するため、監督プロデュースを杉山さんが務め、プロモーションビデオを作成。杉山さんは撮影中にあることに気づいたそうです。自分が思ってた以上に自分のふるさとがすごく美しい部分がたくさんあって、で現実的に悩みを抱えている部分もたくさんあって、でそれを撮っていくうちに自分で新たに発見した部分があって、この入間市の人たちがみんな見て多分胸に届くものになったんじゃないかなと。6月29日、この日はイオン入間店で種火のミニライブとプロモーションビデオの公開と完成イベントが行われました。会場はおよそ600人の方々が集まり、プロモーションビデオの発表を心待ちにしていたようで、皆さん画面に釘付けでした。みんなすごいいい表情で、それ見ててくれたんで、届けたい思い届いたんじゃないかなっていうのを思いました。一段落だなと思いました。杉山さんと二人三脚でやってきた入間市も想像以上の反響があるといいます。もう市民の皆さんが自主的にポスターをお店に貼ってくださったり、CD を買って配ってくださっているような方もいて、本当に市民の皆さんの後押しがあってこそだと思っています。今日みたいにお子さんがすごい大きな声でこの歌を歌っているところを見ると、子どもたちにちゃんと息づいてだんだん広がっているんだなというのは実感します。地元を音楽で盛り上げたいと願う杉山さんの思いは市民の心に響き始めています。僕にも手伝いをさせてね、君の代わりはいないから、ただ一つのふるさと。何の宣伝力もないところで自分たちで草の根の動きをやって、それが20年後30年後市の人たちみんなそれ歌えんだよ、知らないしって周りの人たち言うかもしれない、でも俺たちそれで育ったからっていう歌があることって僕すごいかっこいいって思うんですよ。で卒業生を送る会で歌いましたとか、それから保育園でお昼寝の時間から目覚める時にかけてますよとか、本当にいろんなところでそういう広がりが見せているのが本当に一番嬉しく思ってます。素晴らしい。いや、素敵、ね、いいですね。あとはやっぱりこう杉山さんの入間市への愛情をやっぱり強く感じましたね。あとこの番組の思い通りもね、うん、歌い継がれるような楽曲になるといいですね。そうだね、すごい良い曲だもんね。8月4日に入間市民体育館で行われる入間福祉大会に種火が出演します。イベントの最後にはどこから来たのの大合唱をステージと観客が一体となって行う予定です。入場無料ですので皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。またコーナーの中で紹介したどこから来たのの PV は YouTube に公開されています。
ね、なんかこのイルマンへの思いがギュッと詰まった歌をね、今の皆さんがみんなで歌うって素晴らしいことですよね。はい、以上特集でした。続いてはインフォメーションです。羽生水郷公園の南駐車場前に1ヘクタールの広大なひまわり広場が誕生し、明日ひまわり迷路大作戦と銘打ったスタンプラリーが行われます。このスタンプラリー、全長がおよそ280メートルあるひまわり迷路の出口を見つけながらスタンプを集めると先着順で景品がもらえます。またスタンプラリーはありませんが、全長およそ90メートルのショートコースも設けられています。ひまわり迷路大作戦の参加は無料なので、ぜひお楽しみください。なおこのイベントは明日のみですが、ひまわり広場は8月上旬まで開放される予定です。詳しくは主催する羽生青年会議所の公式ホームページをご覧ください。続いて彩の国だより8月号のお知らせです。県内のホットな話題が詰まった彩の国だより8月号、特集は障害者スポーツ。1年後には東京2020パラリンピック競技大会もあります。障害者スポーツを知って楽しむための県の取り組みなどを紹介しています。彩の国だより8月号は来週8月1日の新聞折り込みで各ご家庭にお届けします。また県のホームページからもご覧いただけます。配布場所や目の不自由な方のための音声が入った CD デイジー版、展示版の郵送など、詳しくは県の広聴広報課までお問い合わせください。以上、今週のインフォメーションでした。続いてはプレゼントです。内藤さん。はい、種火杉山さんの出身地入間市の特産品です。種火のお二人が伺った増田園本店さんから提供していただきました。ありがとうございます。狭山茶羊羹と新茶をセットにして3人の方にプレゼントです。はがきに必要事項、番組のご意見ご感想をお書きの上、ご覧の宛先までお送りください。締め切りは30日火曜日です。ファックスまたは県のホームページからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしています。